で書いてあるな、その人も。そうか、この人な、入信体験談ですよ。あ、こう語ってます。もうその先日その脱会したね、これは本当に最後ね聞いたみたい。実は証人はに浅井さんが言ってるその3分の1なんて言ってませんよと、3分の1だけで公然するとはね、その紋章はこれだよってしっかり見せたら、そうですかっつって、で先日脱会した婦人部班長さんがこう語ってますと。この最新の浅井先生の指導を聞いたと、ご指導を聞いたとき、日達商人のあまりの公然ルフに対する意識の低さ、幼稚な言い方に大商人様のケチ脈があるとはとても思えず、日蓮召集の堕落を確信しました。ちょうど今あなたの状態です。これね。その後、語り合いで総班長と憤りましたと。二人で燃えたってことよ。本当になってないわね、修門はね、日達官図はね、と。で、公選ルフができるのは検証会だけ、浅井会長だけと強く思っただけに、先日豊田さんから釈服を受けて、実際の日達商人の言葉とその意味を説明してもらって、浅井先生のこの歪曲が分かった時は一瞬頭が空っぽになりました。空っぽにやんなきゃダメよ、あなたも。こういうこのペテンを聞いてね、それでも先生を、この、いや、間違ってないとか、何か先生にお考えがあって、ああいう言い方をしたのよって、そこまで思ってんだったら、もうあなたはやっぱりちょっと、行ってきな。っていうことです。そこまでもう頭がね、もう道理が、食われきってんだったら、もう人間の言葉を理解できない。この人は良かったよ。頭空っぽになったんだよ。って。まあだからその人も二十何年クラスだからね、検証会。苦労したみたいですよ、その自分の反省っていうかね、青春のほぼ全部をね、否定しなきゃならんっていうね、その苦しみがあったけど、だけどって言って、本当にその勇気振り絞って、召集に来たのね。で、一瞬頭が空っぽになりました。巧妙、巧み、そのままです。浅井先生が故意に事実をねじ曲げて、検証会員に繰り返し教えている。この事実が大きな衝撃で、まだ未練があった検証会を脱会することを決意しました。ゴリパス。立派ですよ。